写真拡大俳優、草刈正雄、66、の長女でタレ。ウトノベニラン、29、が25日、都内で行われた多田市、市美容医療クリニック選び啓蒙イベントに、出席。昨年12月に第一子となる女児を出産後、初の公の場に登場。初孫ができた草刈りの様子を聞かれるとめちゃくちゃ人が変わりました。私自身、びっくりしていると語った。ベニランが出産後、里帰りした際には、草刈りが号泣していた。私をハグしてよく頑張ったな。って、二人で号泣したといい、今は孫が、可愛くてしょうがない。子守歌を歌ったり、あやしていると孫を目に、入れても痛くない状態のよう。さらに元も、と家の中では動かず怠け者だったけど、孫ができてからテキパキと動くようになった。と嬉しい変化を明かした。ベニランは産後約3ヶ月となるが、イベントには胸元がざっくり開いた膝丈のワンピースドレスで登場し、以前と変わらぬプロポーションを披露。しかし、本人は体重は戻ったんですけど体型は戻っていないと苦笑いで、筋力がめちゃくちゃ落ちました。これからちょっとずつ筋トレして引き締めたい。難しいですね、お腹のたるみは。こんなにやわ、かかったっけ、というくらい。体型を戻すため抱っこ紐でマナ娘を抱えながらは、井戸スクワットを行っているといい、一国に鳥なんです。トレーニングもできるし、娘もね、てくれると子育て術を語った。この日はお笑いトリオ安田大サーカスの、クロちゃん、42、も出席。幸せオーラを放つベニランを横目にし、僕も結婚したいですよと願い。望みを取ろ。占いによると今年はモテ期だそうでギャルの、彼女が欲しい。ギャルと結婚したいとカメラに向かって彼女募集をアピール。またこの仕事をしていなかったら子供関係の職業に就きたかった。扱いうまいと思うから、早く子供が欲しい。とベニランを羨ましがった。